どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、とうとうクレカ積み立てで JAL マイルがね、貯まるサービスがですね、au 株コム証券×au ペイカードでですね、実現されるっていう風になりますんで、本日はね、こちらの解説ね、やっていきたいなと思います。ということで今回ですね、au 株コム証券プラス au ペイカード決済でですね、投資信託ね、していただくと、ポンタポイントがね、還元されるっていう風になっておりまして、いろんなね、証券会社で、このね、クレジットカードへのクレカ積み立てですね、やっておりますよね。私もね、SBI 証券で三井住友プラチナプリファードカードでですね、先日年会費無料で、ポイントサイト経由でね、発行して、今ね、そちらで積み立てしてるんですけども、今回ですね、au 株コム証券プラス au ペイカードでですね、クレカ積み立てね、開始になるっていう風になりまして、またね、もらえるポイントはですね、ポンタポイントっていう風になりますんで、ポンタポイントはですね、JAL マイルにね、50% で交換することができるっていう風になりますんで、 JAL マイルをね、貯められている方はですね、かなりいいのではないのかなという風に思いますので、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。それではまずですね、開始になるのはですね、こちら2022年の3月28日ね、開始予定っていう風になっておりますんで、au 株コム証券で投資信託を積み立てすると最大 5% ポイント還元ということで、こちらね、1年間利用していただくと3万ポイントがね、貯まるっていった形になるんですよね。で、まあ3万ポンタポイントね、貯まればですね、50% でね、交換することができますので、毎年1万5000ポイントね、貯まるのかっていう話にね、なると思うんですけども、まあ、これね、ずっと取れるわけではね、ないんですよね。こちらね、詳細見てみるとね、こんな感じになっておりまして、au カード決済による投資信託積立てということで、au 株コム証券プラス au ペイカードでね、決済していただくと 1% ですね、常時取れるっていった形になるんですよね。で、こちらね、最大5万円までね、積み立てできる、毎月ね、できるわけなんですけども、まあ5万円の 1% 還元っていう風になりますんで、毎月ね、500ポンタポイントが獲得することができます。まあこれがね、12ヶ月っていう風になりますんで、毎年ね、6000ポンタポイントがね、獲得することができるっていった形になるんですよね。まあこれがね、常時利用できるっていう風になっておりますので、au 株コム証券で、au ペイカード決済ですね、投資信託ね、毎月マックス5万円ね、ずっと利用していただければですね、毎月6000ポンタポイントがね、取れるっていった形になります。それに加えてですね、au ユーザーの方、またね、UQ モバイルの方は、こちら au ユーザーの方 4% 還元、 UQ モバイルユーザーの方はですね、 2% 還元ですね、上乗せでね、利用することができるっていう風になりますんで、こちらですね、au 回線の方であれば 5% 還元、UQ モバイルの方はですね、 3% 還元で利用することができるんですよね。で、このプラスね、4% だったり、2% だったりね、この上乗せ分に関してはですね、1年間だけね、こちらがね、利用することができるっていう風になりますんで、まあ、au ユーザーの方はですね、プラス 4% 還元っていう風になりますんで、常時の 1% 足すとね、5% っていう風になりますよね。ですので、1年間ですね、5万円ね、投資していただければですね、一月ね、2500ポイント、年間ね、3万ポイントがですね、獲得することができるって言った形になるんですよね。いやね、これは本当にね、すごいですよね。まあ1年間っていうね、縛りはあるわけなんですけども、これ投資信託をですね、au ペイカードで決済して、積み立ててるだけでこのポイントがね、獲得することができるっていう風になりますんで、1年間ね、かなりいいですよね。まあそれ終わった後もですね、まあ 1% 還元はね、ずっと取り続けることができるっていう風になりますんで、まあ、JAL マイルね、貯められている方はですね、かなりいいのではないのかなというふうに思うんですよね。まあキャンペーン中はね、5% 還元で、まあその後ね、1% 還元ね、落ちるわけですけども、5万円ね、毎月積み立てておけばですね、毎月500ポイントポイントをね、獲得することができますし、まあそれをね、50% でね、JAL マイルに交換することができますので、毎月ね、250JAL マイルがですね、こちら自動的に貯まって、またね、クレカ投資信託のね、積み立ても増やすことができるっていうふうになりますんで、JAL マイルね、貯められている方はですね、かなりね、
おすすめっていった形になります。またですね、このポンタポイントっていうのはですね、 JAL マイルにね 50% で交換することができるんですけども、まあ、今回ね動画にはしませんでしたけども、ポンタポイントから JAL マイルにね交換レートアップキャンペーンということで、今ね3月31日まで20% レートアップキャンペーンで、ね、やってるんですよね。これもね年間数回ね行われてるっていう風になりますんで、ちょこちょこ交換するんじゃなくて、しばらくね保有しておいた状態でこのキャンペーン来たらですね交換みたいな感じでねしていただければですね 60% でね交換することができるっていう風になりますんで、かなりいいですよね。毎月マックスのね 1% 還元であれば、まあ、5万円決済して500ポイントね毎月貯まるわけですけども、これをねこのキャンペーンでね交換していただければですね300マイルにね交換することができるっていう風になりますんで、ちょこちょこ交換するよりかはですね、このキャンペーンねしばらく待ってからね交換していただくのがねいいのではないのかなと思います。それでは次にですね、 au 株コム証券×この au ペイカードのねクレカ積み立てなんですけども、一応基本情報をね見ておきたいなというふうに思っておりまして、使用可能なクレジットカードは au ペイカードのみっていうふうになっておりますんで、他のクレジットカードでね利用することもできませんし、またね家族カードで決済することもできないっていうふうになりますんで、この点はね注意してください。で、開始日がですね2022年3月28日から開始予定っていうふうになりますんで、一応ねこの日に開始になるっていう風になるわけなんですけど、一応開始予定ってなってますんで、もしかしたら変わるとこあるのかもしれないですね。で、対象口座はですね、特定口座、一般口座、一般NISA、積み立て NISA ということで、こちらジュニア NISA ね対象外っていう風になります。で、積み立て可能金額がですね、まあ、私はちょっとマックスの5万円でずっと話しておりましたけども、この投資信託ね100円から利用することができますので、まあマックス積み立てなくてもですね、まあ3万円だったり、2万円だったり、1万円だったりね、ご自身にね、合った金額で利用することができるっていった形になります。まあこんな感じですかね。ひとまずですね、今回この発表がありまして、JAL マイルをね、貯められる方は、かなりね、参戦される方ね、多いかなっていうふうに思うんですけども、このね、au 株コム証券と、au ペイカードでですね、今回のクレカ積み立てがね、できるっていう風になりますんで、この2つがないとね、どうしても利用することができないっていう風になりますんで、こちらね、保有されてない方はですね、au 株コム証券の口座開設と au ペイカードの発行ね、しといていただければなと思います。で、au 株コム証券のね、口座開設なんですけども、こちらね、口座開設と、今回このクレカ積み立てでね、投資信託購入されると思うんですけども、これね、ちょうどいい案件がね、今、ポイントサイトハピタスに6000円分で出ておりますので、こちら口座開設していただいて、3月28日にですね、クレカ積み立てね、投資信託の買い付けが、こちら対象っていう風になっておりますんで、こちらね、ちょうどこれを利用していただければね、6000円分ポイントもらえるっていう風になりますんで、こちらね、確実に経由してですね、au 株コム証券ね、口座開設していただければなと思います。またですね、au ペイカードね、お持ちでない方ということで、こちらね、公式サイトなんですけども、こちら公式サイトでね、こういった感じのキャンペーンもね、やっておりますので、こちらもね、取りこぼさずにですね、利用ね、していただければなと思います。au ペイカードのね、ポイントサイトの案件に関してはですね、このね、クレカ積み立てが発表があったぐらいからですね、ポイントサイトからね、ちょっと今、姿を消しておりますので、まあ、今後ね、ポイントもらえるタイミングあるかもしれないんですけども、やはりね、クレカ積み立てっていうのは、やる方ね、かなり多いっていう風になりますんで、この au ペイカードね、しばらくポイントサイトのポイントをアップしないかもしれないので、まあ公式サイトからね1万ポイントね取ろうと思えばね取ることができますので、まあ、こちらでいいんじゃないかなっていう感じですかね。まあ、この開始までね3月28日からねこちら開始になるっていう風になりますんで、あとね20日間ぐらいありますんで、まあもう1週間ぐらいね待ってもいいのかなと思うんですけども、まあ多分ね上がってこないのではないのかなっていうふうに思いますので、まあここはね皆さんの判断でね発行のタイミングね決めていただければなというふうに思うんですよね。去年とかだとねまだ6000円とかねあったんですけども、今ねちょっとね案件なくなっておりますので、この点はねご了承いただければなと思います。ということで今回ですね、au 株コム証券と au ペイカード決済で、特
ポンタポイントがねもらえる、クレカ積立がね開始になるということで解説ねさせていただいたわけなんですけども、まあ、JAL マイルね貯められている方はぜひね利用していただきたいなというふうに思うのと、まあ、au 回線と UQ モバイルの回線ね保有されている方はですねかなりいいですよね。 5% 還元ってまあ1年間にはなりますけどもかなりすごいですよね。私もねこれが開始になってちょっと一番安いプラン組んでねどうにかねポイントだけ取れないかななんていうふうにね考えたんですけども、このね au と uq のね最低プランっていうのは結構お値段しちゃうみたいで、ちょっと私が計算した感じだとね赤字になってしまう部分がありますんで、わざわざねau と uq のね回線新規でね作って利用するみたいなことはねちょっとできないかなというふうに思うんですけども、 au とね uq モバイル利用されている方はかなりいいと思いますので、ぜひね参考にしていただければなと思います。ということで今回のはねこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやってますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。